おはようございます。川添のさんです。はい、今ですねフィリピンの近くかな、台風14号が来てるってか発生したみたいで、でまだ九州にね近づいてくると言われてるんですけど、わからない状態ですね。はい、でもうね対策しようと思って今クリップで茎が倒れないように誘引していってるところです。届かないんですよねまだ。だから葉っぱとか届くところだけとりあえずクリップで止めていってるような感じですね。はい、じゃないとどんどん倒れてくるし、風でね茎が折れてしまう恐れがあるので、まあ14日頃来るとしたら、まあ来ても来なくても台風対策はしていくんですけど、はい、こんな感じで止めていってます。こっちもですね、だいぶ最初に定植した方が伸びて、はい、ほら、だいぶ茎が伸びていってると思うんですけど、これはもう今から斜めに倒して、明日には誘引を終わらせていこうと思っています。こんな感じですね。だいぶ伸びてると思うんですけど、はいはい。でこっちはですね4日前ぐらいに植えた最近のやつですね。最後に植えたとこです。でここはですねまだ若干届かないんですよね。葉っぱも届かないです。ほら茎が細いしまだちっちゃいんですけど、風が吹いたら倒れてしまうので、今年は結構定植とか枯れずになんとか植えれたので、はい、なんとか目標は一本も枯らさずに1年間栽培していこうと思ってるので、まあどうなるかちょっとわかんないんですけど、でやっぱり台風が来ると蒸し込んだ後にハカビとかこの下の根元から病気が入りやすいので、根元もちゃんと予防の対策とかやった方がいいですね。じゃないと菌が入りやすくなるので、はい。だいたいミニトマトの人たちはね、8月9月ぐらいに植える人が多いと思うので、まだまだ台風の油断ができないんですよね。はい。とりあえずしっかり台風対策も今からちょっと早いかな。まあでもやっていきたいと思います。ということで。またチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。